ろしくお願いします。お願いします。先ほどメンバーが発表されまして、私たちとしても驚くところがあったんですけれども、メンバー選考において意識された点というのはどういった点でしょうか。はい、メンバー選考というのは本当にいつも頭を悩ましています。で、まあ、意識したというところでは、E1 選手権が終わり、そして先月アンダー20のワールドカップが終わったので、まあ、そういったところで選手の状態を見てましたし、またWEリーグの日頃のプレーも、そしてこう海外で活躍している選手の、まあ、そういったところをこういろんなところの情報を得て、まあ、そういったところで選手のコンディションを見て、いろんなバランスも含めたというところはこう頭を悩ましたところでした。海外組という話もありましたが、メンバーを見ますと、なでしこジャパンの史上最多8人が海外組ということになったんですけれども、海外組がもたらしてくれるなでしこジャパンへの影響というのはどういうふうにお考えでしょうか。もちろんこう海外で活躍している選手だけではないですけども、やはりそうやって自分を成長させようといろんなトライをしているっていう、そういったこう成長、自分への向上心というところ、そしてこう海外で経験している試合もそうですし、新しい環境で適応している選手たちがまたその経験値をなでしこジャパンに還元してくれれば、またチーム力がアップしていくんじゃないかなとは思ってます。経験値というところでは、熊谷選手の存在というのはどういった存在でしょうか。はい、もちろん2011年のワールドカップ優勝メンバーの一人でもありますし、まあ、チャンピオンズリーグでも活躍をして、でさらに今年で言えば、今シーズンで言えばチームを新しくフランスからドイツへこう戦う場を変えてもしっかりとしたプレーができてますので、まあ、そういったところでは精神的支柱でもありますし、はい、その経験値というのは本当に素晴らしい、頼もしいところです。清水選手の評価というのはいかがでしょうか。もちろん彼女は今回新しくイングランドの方のチームに移籍して、自分の良さをまたそこでも出していると思ってますけども、本当にこう上下度アップダウン、運動量というところは素晴らしいところだと思ってますし、その中でも攻撃守備のところから攻撃に出るスピード、そういったスピードを生かした上下動ができるというところは彼女の素晴らしい点だと思ってます。そしてアメリカでプレーされていて、池田監督も世代別の時から見ている長野選手も入りましたが、長野選手の印象というのはいかがでしょうか。はい、彼女は本当にこうゲームの中でどういったところがこう今空いてるだとか、そういうスペースの感覚もありますし、はい、ボールのこうパスのスルーパスですとか、こうスペースをうまくこう考えて捉えられる選手の一人だと思ってますので、まあ、そういったところはアメリカに行ってもこう見せてくれてると思ってますし、またなでしこジャパンでもそういったプレーっていうのはこう出していってほしいなと思ってます。彼女に10番を託している意味というのはどのあたりでしょうか。はい、やはりなでしこの10番というところでは、まあ、彼女もその責任とそういったところもあると思いますけども、まあ、それに、負けずにその背負った10番にその10番の重みも含めて、そういった覚悟でピッチに立ってもらいたいって、まあ、そういった思いは常にあります。こうした海外組の活躍というのも期待されますけれども、まあ、国内見ますと日本でもWEリーグというリーグができまして、日本初の女性のプロサッカーリーグというのができました。こうしたサッカーの発展というのは監督からご覧になってどのように映っていますか。はい、まずその女子のプロのリーグができたというところで、小さな女の子も本当にその女子サッカーやってみたい、サッカーをやってる選手たちが、女子の選手たちがプロ選手になりたいという一つの目標になれればいいなと思ってますし、またそのプロリーグができたことでいろんなサポーターやお客さんが増えて見てもらう機会っていうところが増えれば、また選手たちの刺激にもなりますし、またそういった子どもたちがサッカーをやるという、 こう普及の部分でもより多くの人にこの女子サッカーの魅力を伝えられるんではないかなと思ってますので、はい、若い選手という話もありましたけれども、今回メンバーには藤野選手や小山選手も入りましたが、この2人の選手の印象というのはいかがでしょうか。はい、彼女2人はアンダー20のワールドカップコスタリカで行われたところで一緒に戦ってきましたけれども、2人とも本当に自分の良さ、藤野選手ですとこう
ゴールへ向かう推進力ですとか、まあ、スピードを生かした中でも技術が落ちないですところですとか、まあ、そういうストロングは出してほしいですし、はい、まあ、小山選手も運動量ある中でしっかりとボールを動かしていける、まあ、そういったところの良さというところはなでしこでも引き続き出していってほしいです、うん、若い楽しみな選手が出てくる中で監督にとってここのポジション争いが一番激しいなって思っているところっていうのはございますか？まあ、一つのポジションが争いがというよりは、まあ、選手も複数ポジションできる選手もいますので、またシステムもいろんなこうバリエーションができるチームにはなっていきたいとは思ってますので、まあ、そういったところでどのポジションがといいますいうよりは、まあ、一つ一つのこうチームの役割の中でいろんなことができる選手も含めてスペシャリティもありますし、そういうポリバレント的なそういったところの選手のそれぞれの持っているものを出していってほしいなっていう方の気持ちが強いです。あ、そうですか。と言いますとメンバー選考においては複数ポジションできるユーティリティ性というのも入ってくるでしょうか？はい、もちろんそういった選手のポテンシャルもありますし、お互いの関係性の中で、複数ポジションといいますか、さまざまなポジションというところではいろんなバリエーションも考えていきたいと思ってます。あのメンバーを拝見した時にですね、まあ、フォワードで言いますと若い選手も入っている中で菅澤選手が今回入っていなかったんですが、この点についてはいかがでしょうか？まあ、彼女だけでなく今回招集してない選手が何がっていうところではなく、まあ、全体的なこれまでの招集経験というところは変わりないと思ってますので、他にもこう今回呼べてない選手もいますので、まあ、そういったところはコンディションを見たり、まあ、今回のところっていうところ、今回のキャンプのメンバーにっていうところではありましたんで、お話できる範囲で構いませんので、はい、そういった中で前線で期待されている選手っていうのは特にいらっしゃいますか？まあ、本当に前線の選手っていうところは今のなでしこジャパンのところではもちろんゴールに一番近いのでゴールを取る仕事もそうですし、また守備のスイッチを入れたり、そういった役割がものすごい多いっていうところでは、運動量も含めてそういったところでは全員選手には期待してますけども、そういった自分の役割とチームの役割と、そういったところを本当に全うしていってほしいです。そしてサッカー全体に少し話をさせていただきたいんですけれども、会見の中でも奪うという単語があったんですが、池田ジャパンのサッカーを表現する上でキーワードをもし3つ挙げていただくとしたら、どういったキーワードが入ってくるでしょうか？チームのコンセプトである奪うというところはもちろん一つは大きなところではありますけども、まあ、あとはアグレッシブさですとか、はい、あと切り替えの速さというところで言えば、はい、ゴールへ向かうそういうのを奪うというところと、そういったところに対して攻守にアグレッシブなところ、そしてそのアグレッシブさを出すためのこう切り替えの速さみたいなところは、まあ、選手には求めてます。私たちが勝手に3つと言ってしまったんですけれども、もし他に大切にされているキーワードの原因が3つじゃ収まりませんよということがあれば教えていただきたいんですが、はい、まあ、もちろんチームとしてピッチ上で、選手がこうプレーするのに大事になってくるのは、やはりそのピッチ上での自分のサッカーに対するプレーできる喜びですとか、そういったプレーを見て他の見てる人たちがこう心を動かせるような感動を伝えられたらなと思ってますので、そういったエネルギー、ピッチに出るエネルギーっていうところは選手には求めてますし、そういったところはしっかりと伝われば女子のサッカーの素晴らしさも伝わっていくのかなと思ってます。やはり選手個人個人がそのプレーできる楽しみを感じていないと、それがなかなか伝わらないということもありますよね。そうですね、主体的にいるやっぱりプレーしてほしいですし、自分のアイデアもそうですし、チームのタスクもそうですけども、まあ、まずは本当に国を背負って戦うという責任感もあると思いますし、その覚悟の中でも喜びとそういったところは選手もしっかり持って楽しみも含めて表現していってほしいなというところは思います。池田監督が目指すサッカーを体現する中で重要となってくるポジションであったり選手というのはあるんでしょうか？
重要になってくるのはやはりそのピッチに立っている11人だけでなくて、そこで交代してチームにパワーをもたらすチーム全員でありますし、スタッフも含めて、日本代表としてそういう戦うというそういう一体感というところは大切にしたいです。そうした一体感を目指していく中で、これまでの世代別を率いた経験というのは今に生きていますでしょうか？もちろん私もそうですし、他のスタッフもそういう世界大会を経験させていただいて、各国と戦う本当にそういった覚悟もそうですし、そういった中での経験というところは今もちろん役に立ってます。来年のワールドカップを戦っていきますが、来年のワールドカップでの目標というのはどのあたりにあるでしょうか？目標を、いつも聞かれるんですけども、やはりそれは女子の日本のなでしこジャパンは2011年に優勝してますので、まずそこに向けて、またもう一回頂点を目指すというところはチーム全体では共有しているところです。世界一を目指していく上で、指揮を取られてなでしこジャパンは1年経つと思うんですが、1年指揮を取って感じたなでしこジャパンの課題というのはどのあたりに思いますか？課題といいますか、本当にその優勝するためには、今のままじゃなくて絶対一つ一ついろんなところを成長させて いかなきゃいけないなというのは常々感じてますし、それは選手一人一人の成長でもありますし、またチームとしての積み上げ、そういった中で、今回、ナイジェリアとニュージーランドとこう2試合試合ができるというところは、そういった一つの積み上げになると思ってますので、一つ一つのこの試合の中で、その頂点、チーム作りも含めて積み上げていければなと感じてます。いろいろなところを差し支えなければ何か具体的に教えていただけますか？いろいろなところ、足りない部分というふうにおっしゃったんですけれども、監督が思うところ何か一つ具体的に挙げていただければ。選手、今のサッカー本当にこうスピードが速くなってきていると思いますし、その中ではフィジカルのスピードもありますし、判断のスピードもあると思ってます。その中ではやっぱり選手一人一人のもう判断スピード、プレースピードの向上やそれに伴う技術力もそうですし、そういったところは上げていかなければいけないことだと思いますし、フィットネスの部分でも、90分間しっかりと強度高く動ける、そういったフィットネスも身につけてほしいと思ってます。ワールドカップまでは9ヶ月となりましたが、この9ヶ月という期間はどうでしょうか？短いですか？まだ時間があるというお考えでしょうか？日数にするともう300日を切ってるとは思うんですけども、その中で、あっという間にそこにワールドカップが来てしまうと思いますけども、やはりそのためには一日一日が大切になってくると思いますので、選手にはもちろん所属チームでしっかりとこうプレーをして、こう上積みもしていってほしいですし、でなでしこの方試合を通してだとかキャンプを通してまたそういった積み上げっていうのは大切になってくるので、一日一日を大切にしていければまだまだやれることはあるんじゃないかなと思っています。先ほどこの世界的にサッカーのスピードがどんどん上がっているという話もあったんですけれど、大会コンペティションに目を移しますと、やはりヨーロッパ勢の強さが際立っているなという印象があるんですが、監督からご覧になられてこの勢力図の移り変わりというのはどのように見えているでしょうか？もちろんヨーロッパではサッカー文化になってますし、お客さんも入っている女子のリーグでも、もちろんチャンピオンズリーグでも素晴らしいお客さんの前で戦っている、そういったヨーロッパでの女子サッカーの人気もそうですし、実力というのは高くなっているとは思いますけども、一方で、だからといって他のところがこうそんなに差があるかといえばそうでもなくて、やはり、アメリカもそうですし、アフリカ勢もそうですし、各国いろんなこうその国の取り組みというところは、アンダー20のワールドカップもそうでしたけども、その国としての取り組みというのは本当に女子に今少し向いてるんではないかなと思うぐらい、各国力を入れ始めてるなという印象です。そして世界各国、アフリカの話もありましたけれど、来年のワールドカップは共同開催でオーストラリアとニュージーランドで行われますが、そのニュージーランドと対戦できる今回の試合の位置づけというのは監督はどのように定めてますか？来年のワールドカップの共同開催国であるニュージーランドとやれるというところで言いますと、やはり開催国であるのでしっかりとこう積み上げて準備をしている、
そういった中でオリンピック後に監督が変わり、でサッカーも整理されて、で本当にアグレッシブになってきてるなと思ってますし、まあ、試合の中でいろんなことをトライしてくると思ってますので、まあ、そういった中では試合の中で我々も対応力っていうところは試合の中で起きる変化に応じていろんなことを考えてプレーできればなと思ってます。対応力と言いますと、まあ、自分たちのサッカーはもちろんあると思いますけれども、相手の出方に対してというところでしょうか。そうですね、試合の中でやはり流れもあると思いますし、その中でそれをこう感じてゲームコントロールができるようになれれば、またこうさらに一つこういろんなことがこう積み上げていけるのかなとは思います。新型コロナウイルスの感染状況もありますけれども、少しずつこうお客さんが帰ってくるスポーツ本来の姿というのが戻ってきていると思いますが、お客さんも、まあ、一部声出しができるようになる今度のニュージーランド戦でどういったサッカーをファンの方には見せたいですか。やはりサポーターファンの皆さんの応援というのは選手にものすごい力になるので、本当にそういったところではこうお客さんの前でプレーできるというのは嬉しく思いますし、またそれに、我々のなでしこらしいひたむきでこう最後まで諦めない姿、そしてアグレッシブさというところを見てもらいたいですし、それで本当になでしこのサッカー楽しいな、女子サッカー楽しいなっていうふうになことが伝われれば本当に嬉しいです。そういったお客さんの前で選手プレーしますけれども、ワールドカップを来年に控えて選手にとってはこうアピールする場所、まあ、セレクションという意味合いというのは今回どの程度あるんでしょうか。まあ、選手は毎回毎回自分のプレーもそうですし、このチームでワールドカップ戦いたい、このグループに入りたいという気持ちは常に持ってくれていると思ってますし、またそこを気にするあまり自分のプレーが縮こまるということはなく、まずは自分の持っているものを自分の特徴を思う存分ピッチで出してくれるっていうところを出すというところが必要になってくると思うので、まあ、そういったところは選手たちも自分のプレーを出すことによって、はい、次につながっていくっていうふうに思ってもらえればなと思います。あとの会見でも話が上がっていましたが、日程を考えますと、まあ、短い期間で2試合を戦う経験というのはワールドカップにはどのように生きてくるでしょうか。はい、1試合目からこう移動して長野に移って、MS&AD カップということで、ニュージーランドと戦わせてもらうというところでは、もう7月の来年のワールドカップでも移動して、試合というようなそういったスケジュールになりそうなので、そういった移動からの試合というシミュレーションも含めて、この機会また選手のいい経験になればなと思ってます。はい、改めてになりますが、この2連戦どんなサッカーを求めてどんな結果を追求していきたいですか。はい、もちろんこの2試合日本でやるっていうところでいろんなサポーターお客さんに見てもらえるチャンスでありますので、まずはこうゴールへ向かうアグレッシブさ、攻守にわたって諦めないなでしこらしさっていうところは見せていきたいと思いますし、中で日本の良さでもある関わりある攻撃ですとか、組織ある組織的なこう守備、そういったところの持ち味といいますか、なでしこの強みというところは楽しんでもらえるように全力で頑張りたいです。